別院前停留場は、広島県広島市中区寺町にある、広島電鉄横川線の路面電車停留場である。駅番号は Y3。当停留場は1917年、横川線の開通と同時に開設された。当時の停留場名は、横川橋停留場であり、別院前停留場と称するようになったのは、大正末期のことである。別院前の名は、 東低流場が最寄りである本願寺広島別院に由来する。低流場の急所に見られるように、開業以来あたり低流場と隣の横側一丁目、低流場との間には天馬川を渡るための橋が架かっている。開業当時の横川線は起動時期が道路から独立した専用軌道であり、この橋も軌道専用であった。 都市計画道路の建設により1938年からは、平用軌道となったものの、橋は依然として、軌道専用であり、道路橋はその両側に架けられた。1945年8月6日には、原爆が投下され、横川線をはじめ広島電鉄の市内電車は、全線が普通となる。軌道橋は原爆による被害はなかったが、直後の9月に襲来した枕崎台風により、 流出、横川線は同年末に10日、市町から運転を再開したものの、その区間は、橋の手前の東帝流場までだった。橋が、復旧し東帝流場から、先の横川駅まで運転を再開したのは、その3年後の1948年のことで、その後1958年には、道路との併用橋に掛け替えられて、現在の横川新橋となっている。横川線の軌道は、 道路上に敷かれた平洋軌道であり、東底流上も道路上にホームを有する。ホームは低床式で2面があり、南北方向に伸びる2本の線路を挟み込むように向かい合って排されている。線路の東に東下市町方面へ向かう上りホーム、西に横川駅方面へ向かう下りホームがある。ホーム全体には屋根が掛けられ、ベンチやスロープ、手すりも備わる。 東低流場には、広島電鉄で運行されている系統のうち、7号線と8号線が乗り入れている。付近は主に住宅街である。北側から西側にかけては、しばらく歩いたところに天馬川が流れている。東側に少し歩くと、本川に至り、北東に歩くと2つの川の分流点に出る。南隣の寺町停流場から東低流場までの東側一帯は、 数多くの寺院が立ち並ぶ。広島県駅乗降客数。2021年3月11日閲覧。ABCDEFGHI、広電が走る。町根弱150から157ページ。ABCDEF、広電が走る。町根弱106から108ページ。a b e 尾 a 介日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新庁舎、2009年。 38ページ。ISBN 978から4から10から79万29から6。ABC 川島系像、山陽、山陰ライン全線、全駅、全廃線第7巻広島エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2012年、13.83ページ。ISBN 七十八から四から零六から十九万百五十七から九 川島慶造、全国鉄道事情大研究中国編に、創始者、2009年、103.107ページ。ISBN 978から4から794217110。ありがとうございます。